こんにちは。ブチギレです。環境が固まってきました。30倍くらいしたんじゃないの？相当調整したよ。ファイアゾンビの生存率が非常に下がってるね。過去の古書コンボは非常に厳しくなっている。でも起動自体は簡単になっている。そう、ルルナイがいるからね。彼をクソ雑魚だと思って舐めてない？正解だよ。でも放置したら負けるんだよ。放置なんてできない。そういう空気を出していく。そう、供養の始まり。ここからは試練が進んでいく。この試練に抗える奴は他にいるのか。いや、いない。正確にはやらない。悲しいね。取りダメで時間稼ぎをしつつ粘っていたけど、とうとうストックもなくなる。地獄のような配線がストックを減らしていくんだ。でもそんなことは知らない。この投稿に魂落とすんだよ。負のパワーなんだよ。アビ召喚なる静寂を環境に与えていくんだよ。本当は3体並んだ状態で起きたかった。相手がクソ雑魚盤面だと思ってブーストするからね。正解だよ。ことごとく正解ムーブをされても困るんだよ。ドラゴン多いんだよ。あとはビショップが辛い。マーインとかいうやつのせいでゾンビが死んでしまう。インモラルディザイア型なら別に関係ないけど、そんな周知されているコンボはやる気が起きないん。やっぱり知られてないうちにやっておくべきだった。順番って難しいね。だから古書は後回しにしてるんだよ。どうせ誰も投稿しないからね。なんなら新環境前日でも間に合うレベル。こんなに使いやすくなったのに、おかしいね。ルルナイ最強なのに。だって、ほら、ビルレインのコストアップのダメだよ。なんかされた？静寂すぎてわかんないね。そんなことしてるとルルナイが増えるよ。やったねルルちゃん。おいやめろ。スラングは知ってるけど元ネタは知らない。気がついた頃には流行ってた。そんなもんだよ。だから古書も気がついたら流行ってる。一度も対戦相手から使われたことないけどね。もしマッチで古書使ってる人いたら私だよ。そう言い切れるレベルで見かけない。絶対1000人に1人くらいは使ってると思うんだけど、確率が低すぎるね。お相手は今油断してたよね。ルルナイよ。そう思って処理を怠ったでしょ。正解だよ。今回は不正解だったけどね。普通は無視していいよ。はい、最強ルルナイ。アビ共感してる？カオキツクブームについてなくてよかったって思ってる？どうなんだろうね。私にはわかりません。わかることはリーサルってことだけです。いるない。ちなみにデッキはこんな感じ。近接はレーダーにしていいよ。多分ね。これだと打点が足りないと思うならレーダー。ルルナイを信じるならば近接。どっちにするんだい？答えは沈黙が正解。だってクソ雑魚デッキなのだから。そんな感じで動画は終わります。ご視聴ありがとうございました。